さんの漫画を紹介します。今回初めて自分の作ったキャラの生きてる姿を見たいと思って漫画を描くことにしました。1ページ目から引き込まれる漫画になっていますでしょうか。まずこの漫画を皆さんと見ていきましょう。1コマ目、白い髪の少年が何やらびっくりした顔でこちらを見ています。2コマ目、16回目の春、黒い髪の少年も状況を飲み込めずあっけに取られています。3コマ目、一つの出会いがありました。白い髪の少年が黒い髪の少年を押し倒してるみたいですという漫画を送ってくれました。まずこの漫画のいいと思ったところからお伝えします。ジャンルが分かりやすいっていうのがいいですよね。もうこれは BL 漫画っていうやつですよね。女性に向けて書かれた男性同士の恋愛物語、それが BL 漫画です。パッと見てね、そういう雰囲気が出てるのがいいなと思います。これは漫画の1ページ目導入部分のようなんですけども、なんだろうっていう風に読者に思わせる演出がしてあるのがいいと思います。アクシデントというものは読者の目を引きつけます。例えば皆さんも日常の生活の中で火事が起こったり交通事故が起こったら、なんだろうっていう風にバッと注目しますよね。漫画もそれと同じで、アクシデントやハプニング、そういったものからスタートするというのは読者の目を一瞬で引きつける演出です。それからアップの顔がドーンと大きく描かれているのもいいと思います。漫画を描く初心者さんはキャラクターの顔が小さくなってしまう人が多いんですよね。だけどジジさんはこういう風にドーンドーンっていう風にキャラクターの顔が大きく描かれています。二人ともかっこいい少年ですから、ここでグッと読者の目を引きつけると思います。思い切ったアップっていうのはなかなか描けない人が多いので、これはすごくいいなと思いました。それからアップの後にロングが来てますよね。ロングっていうのは人物からカメラがグッと離れることです。この二コマでキャラクターの顔のアップを描いて、急激にカメラがグッと二人から引くので、登場人物にカメラがグッと寄ったりバッと引いたりするっていうのは漫画がドラマチックに見えるんですね。こういう演出も非常にいいと思いました。ジジさんは漫画を初めて描いたそうなんですけど、なかなかいいセンスを持ってると思います。この漫画原稿、今のままでもね、いいところいっぱいあるんですけども、どこを意識すればもっとプロっぽくなるのか、ネームを書くことで見せていきます。ネームを書いてみました。ネームというものは本来これぐらいの絵で描かれるものなんですけども、これでは動画を見てる視聴者さんが漫画になった時のイメージがしづらいと思いましたので、こちらのネームは少し絵を多めに描いています。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。僕が気になったのはこの白い頭の少年、彼の表情がちょっと弱いというか、もうちょっと色っぽくてもいいんじゃないかっていうふうに思いました。っていうのが、これは BL 漫画ですよね。で、読者が BL 漫画に期待してるものっていうのはやっぱり男性同士の絡みっていうか、男性同士の恋愛っていうものを期待してると思うんですよね。これを書いたジジさんは1ページ目から読者を引き込めるものになってるかっていうのを気にしていらっしゃるんですけども、このページは何かというと、銀髪の少年がこの黒髪の少年の上から落ちてきて覆いかぶさるようなスタイルになってしまったと。これが2人の出会いだったっていうかね、こっから漫画の物語が始まるっていう風になるようなんですけども、落ちてきた、これ室内みたいだから天井どうなってんのかな、どっから落ちてきたのかなってちょっと、僕は思ったんですけど、そこは置いといて、それよりも BL 漫画を読む女性読者っていうのは男性同士の恋とか男性同士の絡みっていうのを期待してこういう漫画を読むと思うんですよ。だからこの2人がこれからセクシャルな関係になるっていうことを予感させる
レバーさせるほどいいと思うんですよね。このシーンも男が男を押し倒しているように見えると。それはなんでかっていうと、ビール漫画っていうジャンルだからだと思うんですよね。この二人は現時点ではまだ出会ったばっかりなんで、そういうセクシャルな関係ではない、アクシデントでたまたまこうなったっていうだけなんですけども、これからの二人の関係っていうのを予感させてると思うんですよ、この1ページ目から。だとしたらもうちょっと二人の表情がそういう空気を感じさせてもいいなって僕は思ったんですね。ちょっとこう、この顔は僕はテストかなんか配られて、ん？問題難しいみたいな、そんな顔に見えるんですよね。なんか難しいこと考えてるような顔に見えるっていうか、あんまりセクシーじゃない。だからまあ僕はこんな感じにしました。彼は上から落ちてきてドーンっていう風にこの地面に落下したわけですよね。なのでいったーっていう顔をしてると思うし、呼吸もちょっと乱れてると思うんですよね。だから僕はそういう感じにしました。この彼は別にここは何もエロいことは考えてないんですよ。だけど落ちていったーっていう表情と呼吸が乱れてる感じ、それをなんつったらいいかな、エッチのシーン、エッチの導入部分、お前が欲しい、お前が欲しい、もう我慢できないみたいなさ、そういうような顔に、まあ、僕はしたんですよ。そうじゃないんですよ、そうじゃないんだけど、シーンとしてはでもそういう顔から入った方が読者が引きつけられるかなと思ったんです。あと2コマ目ね、この黒髪の少年の表情も僕はちょっと弱いと思うんですね。ちょっとポカーンとしてるっていうか、彼はこうやって押し倒されてるのにもっと危機感を感じるような表情をしててもいいと思うんですよ。この漫画、僕以外の漫画を描かない、まあ一般女性に読んでもらったんですね、これ。そしたら、これ、壁ドンっていう風に言ってました。壁ドンだと思ったの。だけど、壁ドンじゃないですね、これは。床に押し付けられてるわけじゃないですか。だから、そこもちょっと、読者を混乱させるっていうか、2コマ目と3コマ目が繋がらないか、もしくは、これが壁ドンに見えることで、3コマ目も壁ドンを横にした絵って言ったらいいのかな、壁ドンに見えてしまう、壁ドンを斜めからの角度で撮ったみたいに見えてしまうので、なので僕は2コマ目床に押し倒されてるんだっていうことが分かるように横から見たアングルにしました。それとこの白い髪の少年の手だけではなくて顔もちょっと入れたんですよね。こうすることで2人がより接近してる感じが見えるっていうか、 BL 漫画っぽいじゃないですか。なんつーの、要するに、いや俺わかんないけど、その自分はBL漫画とか読まないんでわかんないけども、こういうのを好きな女性読者っていうのはこういうのが見たいのかなって僕は思うんですよ。男同士の絡みが見たいんじゃないのって僕は思うから、だったらもう2コマ目からそういう感じっていうか、そういうことを予感させるような絵を入れてもっとドキドキ感を増したって言ったらいいのかな。でこれだったら壁ドンにも見えないし、こう横に倒すことでね、3コマ目にもつながるじゃないですか、この押し倒されてる感じというか、そのカメラがどん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 引いていくようにアニメーションのような効果も生むので、こんな風にしてみました。3コマ目、この絵だと2人しかいないんですよね。彼ら以外誰もいないじゃないですか。これって、まあ、漫画の初心者あるあるなんですけども、登場人物しかこの世に存在しないみたいな漫画になっちゃうんですよ。その2人だけの世界っていうのは女性は好きなんですよね。特に女性が読む漫画っていうのはほとんど恋愛をテーマにした漫画になりますから、じゃあその恋愛、まあ、愛し合う2人が地球上宇宙の中で私たち愛する二人しか存在しないみたいな、この地球には私たちだけみたいな、結局妄想世界が好きですから女性は。その他大勢の人間っていうのはどうでもいいっていうのがそうなりがちなんですね。もちろんそれは僕は女性向けの恋愛漫画ではそういう要素が絶対必要だと思うし、逆にそれがなかったらつまらないと思うんですね、女の子が読んで。だから二人だけの世界でいいんですけども、その二人だけの世界っていうのはいっぱい世の中に人がいるっていう中での二人の世界っていうのがいいわけじゃないですか。本当に本当に地球上に二人しかいなかったらどうやって生きていくんだっていうか、この二人が学校生活を送ってるっていうことは、学校には先生もいるし他の生徒もいるし、社会っていうものがあるわけですよね。社会っていうものがあっての、その中で周りの人間たちが見えなくなるぐらい愛とか恋とかっていう気持ちが高ぶった時に周りの世界が見えなくなる、そこで恋愛の恋の思いの強さが周りを見えなくして二人だけの世界ができるわけじゃないですか。だからそのためには周りを描いとかないといけないと僕は思うんですね。最初から
2人だったら、だってなんつの恋愛がつまらなくなるっていうか、だって地球上に2人しかいなかったら、男女2人しかいなかったら、その2人しか、まあこれは男同士だけどさ、まあ、男2人でもいいんだけど、人間2人しかいなかったら、その2人がつながらなきゃいけないのは当然になるっていうか、地球上に何億人も人がいる中でいっぱい選択肢はあるはずなのに、この2人っていうのにロマンスがあるわけじゃないですか。だから僕は3コマ目、学校のその他の生徒を入れたんですよね。まあこの押し倒して見えるような絵、ここから2人の世界なんじゃなくて、これはまだ漫画の導入部分だから、こっから後半2人の世界になるわけで、最初はこの2人はまだ出会ったばっかりで、これからこの2人が恋愛関係になるっていうのは2人にもわからないわけじゃないですか。だからここではまだ学校の中のその他大勢っていうか、ただのお互い生徒なわけで、ここからだんだん気持ちが近づいていって恋愛関係になると思うんですよね。だからここでは僕は周りの生徒たちを入れました。この二人がまあ押し倒してる感じが、他の目撃者もいた方がこっからハプニングになりやすいっていうか、例えばこの二人以外のキャラクターが、何やってんだお前らとか、うるせえなあれは事故だよとか言ってさ、この主人公たちが言い訳して、うぜえなこいつみたいな感じからだんだんでもいいところを気づいていって、心が近づいていくっていう風な展開にしやすいので、僕はその他大勢を入れました。もちろんここで二人っきりであるっていうことが僕はいけないとは言わないです。この後の漫画の展開は僕には分かりませんから、この後の展開によってはここは二人の方がいいっていうこともあると思います。だからこれを書いたジジさんが、作者がそこまで考えての二人っきりだったら僕はこれでいいと思いますが、一般的に今言ったように恋愛漫画っていうのは、時間を追うごとにこの二人の気持ちが近づいていって、そこで恋が芽生えて二人の世界になるわけですから、その二人の世界になる前は二人ではない世界を描いておいた方が、ドラマチックさとかロマンチックさがもっと増すということです。まああとそうだね、まあこれはイラスト添削動画ではなくて漫画添削動画だから、あんまり絵のことをうるさく言いたくないんですけども、これがやっぱり悪いけど、学校の階段の踊り場に見えないっていうか、正直そのパースがむちゃくちゃなんですよね。床と壁と、これが多分階段の曲がるとこだと思うんですけど、上りか下りかの手を持つとこだと思うんですね。だけど地面と床とのパースと全然点でバラバラにあるので、これが正直何かわからないし、僕はメールを読んでここが階段だって書いてあったんで、文章で階段の踊り場なんだなってことが分かったんですけども、説明文がなければこれは正直どこかわからないです。2個目でこれが壁ドンに見えるので、これが壁にも見えるって言ったらいいのかな、こっちの面が床か壁がわからないっていうか、これが何かわからないんで、だってこうしたらさ、こうやったらこう壁ドンみたいにも見えるやん、こうやって。この漫画を読んだ一般女性も同じように言ってたんですけど、やっぱり普通の読者が読んだらそういう感想になっちゃうんですよね。ここが階段の踊り場で押し倒されてるっていうのであれば、誰が見てもそれがわかるような絵で描かれてないといけないと思います。あと最初の方にもちらっと言ったんですけど、この白い髪の少年が上から落ちてきて、この黒い髪の少年に覆いかぶさったっていう風にメールでは書いてあるんですけど、これが室内だとしたら当然天井があるわけじゃないですか。天井があるのに上から落ちてきたっていうのがちょっと僕は正直ハテナって思いましたね。歩いていて階段を、それでつまずいてこけてこういう状態になったっていうんだったらわかるんですけど、上から落ちてくるっていう設定はちょっと無理があるなって思いました。なんかそういうところもやっぱり世界をあんまり考えてないというか、漫画っていうのはもちろん何でもありの世界ではあるんですけども、その漫画の中にも常識っていうものがあって、僕らと同じように空間があったり上下があったりするわけですよ。この二人が幽霊でもない限り壁を突き抜けたりはできないので、これメールで設定読んでもこの二人がなんか幽霊だとか魔法使いだとかっていうことは全然書いてなくて、普通の少年みたいなので、まあ、これは漫画初心者あるあるでもあるんですけど、その場その場のシーンだけで考えているんですよね。イラストにもよく起こることなんですけど、イラストも前から見た角度は考えてるけど、横から見た角度のことは考えてないとかねっていうのはあるあるなんですよね。髪型どうなってんだとか、このカバンどうやって持ってんだとか、こ
この服どうやって着てるの？おかしい？みたいなことが起こりがちなんですよね。絵の初心者も。で、漫画の初心者も同じで、1ページ1ページ、そのシーンそのシーンで考えてるんですけど、全体を通して、物語を通して矛盾してないかとか、漫画のキャラクターっていうのは、この漫画の世界の中で我々と同じように生きているので、この二人今どこにいるの？とか、この二人以外の人たちはどうしてるの？とか、親はいないの？とか、一人暮らしなの？とか、なんかいろんな矛盾が出てくるんですよ。なので、漫画を描こうと思ってる人は、そういうことも考えて描く必要がありますよね。漫画のキャラクターたちっていうのは、僕らと同じように、この漫画の世界の中で現実を生きている。僕らからすれば、漫画の中の世界っていうのは、フィクションかもしれませんが、漫画の中の彼らからしたら、この漫画の中の世界っていうのは現実のはずなので、だから壁をすり抜けたりとか、空間が歪んでるとかっていうことは、あり得ないはずなんでね。ただ、そういうこと考えられるようになってくるっていうのは、ある程度漫画を何本か書いてからじゃないと気がつきにくいかな。まあでも僕が言ってることはわかると思うので、そのあたりまで考えられるようになったら、もっともっと自分が書く世界が正確になってくると思います。最初からね、ここまで考えられるのであれば、もっともっと漫画上手くなっていくと思います。まあこれ起承転結の起の部分じゃないですか。スタートの部分なんでね、話の導入部分なんで。一番難しいのは点なんですよ。この入り口でガッと読者を引きつけたじゃないですか。点はこれよりももっと読者を驚かせなくちゃいけないんですよね。もっと盛り上げなくちゃいけないっていうか、それができれば漫画はかなりうまく見えると思います。だいたい漫画の初心者さんっていうのはそれができないんです。起承転結の点が作れないんで、だいたい起承小結になるか起承小小になっちゃうので、それを意識して書き進めてみてください。起承転結の点の部分、クライマックスの部分で、これよりももっと読者をびっくりさせること、もっと盛り上げること、それを意識して書いてみてください。そうしたらね、一本目からかなりプロっぽい漫画が描けると思います。あなたの漫画はもっと面白くなります。漫画原稿を描くヒントにしてください。ハヤトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても、長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であれば、どんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。